こんにちは。今回はその1のエリア、東のエリアの宝箱を全部回収します。よろしくお願いします。動くべきだ。こちらは、水の状態だと屈折して、氷で凍らせると反射するんだったかな。はい、完成はこんな感じ。手前は水のまま、奥は氷です。全部個別に動くんで、向きは各自揃えるのよろしく。よし、出発だ。冒険だ、冒険。雪を待つ。正真正銘のお宝だ。よし、出発だ。
な冒険。俺がこんな幸運に恵まれるなんて。待ってるだけじゃダメって言うだろう。運に恵まれない俺はどこに。どこへ行こうか。これも使えるな。宝とだろ。ここは、雷霊の通った順に雷で攻撃です。
Okay.
幸運に恵まれるなんて。すみません、ここだけやってしまっていました。場所はこちらです。よし、出発だ。風をしろ。ここ、洗礼をかけた後にギミックあるので、前半とさせてください。本日は運がいいようです。ここで洗礼の宝箱がようやく出るので、洗礼さんはここで終わり。燃えろ。俺がこんな幸運に恵まれるなんて。
だ。ここから3個まとめてセットで、洗礼を集めます。カットで見づらいかもなので補足、崖って、左にいるヒルチャールの群れの中に洗礼が捕まっているので、クサ属性の檻に捕まってるので、縁で逃がしてあげます。さっきスルーした上にいたヒルチャールたちを倒します。この島にいたのって雷霊知識だけだよね。シャドウハスクはストーリーで倒すので割愛。ということで雷霊を追いかけたら、終わり。漏れとかあったらコメント欄や次動画で補足します。ご視聴ありがとうございました。
行こう。せい。いざ。宝とは旅の醍醐味だよ。